富士山だったら、あちゃちゃ、東京、三部大戦。お前いきなり大技すぎるだろ。いい加減しろ。おら、俺はお前の腰を必要になるぞ。へし折ってやる。ストーム大輔、お前の腰はあと何回持つかな。楽しみだ。先にピコ取られるぞ。どうすんだこれ。よーし返した。偉いぞ偉いぞ。バカバカじじいがいたぞ。こんなんで試合決まったらたまるか。おー来た、ハンマー。うーおつけおつけ、うー、ドロップキックなんてなんの、その顔面に食らってもこのタフネスを見よう。うわちょっとお前大技が、お前お前ケンスケだろ絶対。ケンスケか長州かどっちかのお前踏襲してるぞ何かを。お前こいつプロレス知ってんのかこれ。お互いの技をやられてギリギリの戦いをやるのがプロレスだろうか。受け合えちゃんと。ほら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 すいませんでした。ほらピコツが、あ起きろジジイ、ハゲデブ起きろ。キャラクター三重苦みたいなやつね、ハゲデブチビ。うわちょっとどうした急に、はしゃいでんじゃねえ。練習をしてるもしかしてこいつ。あちょっと待って、あやっと登れた。登れないかと思ったでしょ。ほらうわボディスラムくらいならなんてことない。大丈夫大丈夫、これこんなもん、お前こんなんでこのタフネス親父を倒せると思うんだよ。うわそれはやめてください。それなんだかわかんないけどすごい強いからやめて。ゲージがなくなってるってことは絶対必殺技でしょ。おいやめんか。てか俺の必殺技トップロープからなんとかだった。あちょっと待ってください、やめてくださいやめてくださいやめてください。でこいつはサソリ型もおそらく得意としてる。スコーピオン、うーデスロック、ちょっと待ってもう一回ぐらい。うーちょっと待って、お前やばいやばいやばい、超孫明がやられそうやられそうだ今。うーちょっと待って起きろ。うわあ失敗してる場合か。沢村か。バカかこいつ。いい加減しろ本当に。地面に強く叩きつけられてんだ。ほら当たんねえんだ。おおしかしローキックが炸裂。う投げられてもすぐ起き上がれ。いやドロップキック強え。おいおいおい舐めてんのか。舐めてんのか。俺の延髄蹴りが決まった。おらここで待っててやるぜ。おらベアック、いやこれ俺も倒れるからよくねえわ。 C ボタンで攻撃するしかない。おらおら何言ってんだおい。ちょ起きろ。おらおかしいだろ、延髄蹴りに命かけすぎだこいつ。お危ない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 ぞ気をつけろ。うーおし返したってことね。いいねいいよいいよ、起こして。延髄蹴り延髄蹴り、ダメだごめん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 、延髄蹴りもうやらん。延髄蹴り尾骨が砕かれる音。うーちょっと待ってくれ。こいつ執拗に人の腰を狙ってくる。陰湿なんだよ。選手生命を脅かそうとしてるなこいつ。ふっ、あーくそボディスラムぐらいなんてことない、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、まずい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 。おお潰した、相手のバックドロップを潰した。素晴らしい柔道やった。あやべ、はあくっくっ、まだ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 よ。オーケーこれよ。どれよ。ちゃんとやれちゃんと。ほらこれよこれこれ。ダメでしたダメでした。お、ちょっと待って、おいやめろやめろやめろ、観客を沸かすな、オーディエンスを味方にするなこいつ。さては
ブレンバサー、嬉しいでブレンバサーが出るぞ。ブレンバサー、場外に叩きつけてやったぜそうなんだろうこれ、貫通したけどな、完全に完全にポールを貫通したけどな。オラー円錐、そしてスタンピン、これが強い、これが強いんだろ、分かってんだ。オラー、そしてスタンピン、これを、この地味だけどこの作業が大切。おいスタンピン、もう瀕死だなこいつ。さてはここだ、ちょっと待ってくれ、ここだの掛け声で向こうの必殺技食らってる場合じゃないぞ。ちょっと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 、大技食らいすぎ、大技食らいすぎ、突然の大技も食らいすぎ、ちょ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 、起きてくれ起きてくれ、ちょ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 、三連続ドロップキックで、なんだあのステップ、舐めてやがるなあいつだ。来いよ、潰してやるよ、まずはこのやめてーやめてーやめてやーやめてやややめてやー、よし起きた、偉いぞ、ここ、ちょ危ねえ、死ぬ、ここでブレインバスター、ここでブレインバスターやって、うひぃいや俺も真剣にやってんだよ、俺だって真剣にやってんだって、全然ふざけてないから、ほら透かしてもいい、よしまず一発、そして叩くぞ、ほらハンマー、そしてまだまだ、うん、いいぞ、ドロップキックの一発やに、ね、使ってやるぜ、ガン、いいね、俺は流血すると強くなるタイプだからな、首締めだけやめろ、落としにかかるの巨大な敵と戦う時の鉄則だな、頸動脈やアキレス腱、筋を狙うのが鉄則よな、うぅストンピングぐらい食らってくれよ、いいじゃないかストンピングぐらい、なんでお前のバックドロップ食らって俺のストンピングが食らわねえんだ、プロレスやったことあんのこいつ、ほら勝負だ、いてここマットしていてないぞ、どうなってんだここ死んだろ今、あんな鋭角な DDT 食らったら死ぬわ、なめんなよマジで、ちょっと待て待て、落ち着け、大丈夫大丈夫、タイミング取ろう、のドン、よーし、え、せーのドン、よーしよし異次元を使うな、せーのドン、いいよ、せーのドン、はいすいません、せーのドンだな、グーバッジャスみたいな、うわーまずい、よしよし、グーバッジャス、あー違うな、タイミングを見つけよう、うんうんうん、違う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 、よし返した、偉いぞ偉いぞ、これはストンピングの、ほらちょっとストンピング食らえよお前、えちょお前こいつ自分が得意なゲームやってマウント取って楽しむタイプだろ、ふざけるなよ、友達と遊ぶという楽しさを知らんなこいつ、コントローラーを代わりパンコに使って遊ぶ、あちょっとお前ストンピング食らえマジで一回くらい食らえお前ちゃんとストンピングを、俺のダメージ減ぞ、はい、ここからストンピングきた、あまずいボディースラム、でもちょっと待って、わかった、タイミング少し分かってきたぞ、いけるいける、お前俺の腰が砕けたろお前、慰謝料請求すったんだ本当に、なめんなよ、はい、きたー場外ホームラン、さらに起き上がったとこにエンズ、そしてストン、あ、よしよし、落ち着いて、まずい、それは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 まずい、まずい、まずい、起きて起きて、まずい、まずい、まずい、そんなところからは絶対無理だろ、異次元の使いとか、お前いつまで寝てるんだお前、休ませてくれるからここで寝てこうみたいな、お前勇者かこいつ、いい加減にしろ、
いい加減しろ。あ、すいませんでした。あ、やべ、これ俺の負けパターンじゃない。よしよし、よし、ブレインパス。なお前一方的すぎるだろ。お前ふざけんなよ。もうやだ。嫌ですわ私。